傷ついたジライアの前に現れる冥界軍。お市の方はジライアの中に潜むものを解放するためジライアを襲う。黒の谷にいる名古屋三三郎たちの前に現れた島左近。左近は見えない冥界の兵を呼び出し戦いが始まる。魔界少女剣の前に現れる謎の女。謎の女によりルイス・フロイスが召喚され、魔界少女剣たちはフロイスの襲撃を受ける。安倍の生命と魔界水軍の前にお市の方が現れ、末高草、藤原の住友、田原の東太に道術をかける。そして生命と竹夜叉は操られた高草たちに襲われる。六門神にいる真田昌幸の前に現れる里見義隆。昌幸は里見に対し同盟を提案するが、里見はこれを拒否し、真田重雄氏対里見八犬士の戦いが始まる。里見のピンチに駆けつけたのは里見八犬士の一人である犬村大覚である。風の里にいる鶴姫と魔界衆に冥界軍が襲いかかる。五芒星軍のピンチに霧隠斎蔵と犬塚志乃、さらに真田重雄氏、里見八犬士たちが援軍に駆けつける。冥界軍は撤退していくが、その一瞬の隙をついたケノが正幸を刀で刺し、共に倒れるのであった。